きますよ。今の超いいの撮れた。きますよ。これマジやばい。ちょっと面白いんだけど。きますよ。ナノキャンセルってこんな面白いの。ノエノンです。今回ですね、ノエノンがずっと前からずっとずっと欲しかったあちらをゲットしました。ということで今回はノエノンなんと人生初のエステサロンを開きましたので、今回ね初めてのお客様、お空の上から、お空の上から、ごめんこうかったね、お空の上から、こんにちは、ハノボノです。なんでさ、ほんとさ太ったからさ、もう年々あんましないの。誰のかって言ってんのということでですね、休校からお家から出れず若干運動不足なボノさん、こんにちは。最近あれで家で縄跳びしてます。今回ですね、ホノボノさんはね化粧をされていないんですよ。そうなんです。なんでメガネをかけておりますっていうのは、ね、そうなんです。ほんとさ、なんなん、すっぴーのねー、私すっぴー NG のねー。で今回ですね、ノエノンがゲットしたのはこちらでございます。ナノケアでございます。私はもういろんな方がいい、ナノケア、はい、ラックスじゃないです。全然パナソニック、パナソニック、パナソニック、すっごい美顔になるのに、パナソニックで、私はね、アサギーナちゃんやら、アズキちゃんやら、もうなんやら、もういろんな人をね、見ていたわけですよ。はい、皆さんやっぱりね、お肌が綺麗な方っていうのは、私が知ってるお肌綺麗な方はナノケアを使っている方がすごく多くてですね、はい、それはお客さんとしての私に喋ってるんですか？はい、どういう設定ですか？最近乾燥肌じゃないですか、うん、なんでまあ、ぜひねお使い、うわ、私のことよく知ってらっしゃるんですね。初めて来たんですけども、見ただけでわかるのかしら、こんなにガシャガシャなの。すごいね、髪の毛引っ張ってるね。はい、でですね、こちらのナノケアなんですけども、ビッグカメラ電気屋さんとか、ビッグビッグビッグ、あのね、本当にビッグカメラにこれ買いに行ったのよ。そしたらビッグカメラの店員さんが、すいません、今あれの影響で入荷がちょっと遅れてまして、もういつ入荷されるか分かんなくて、なかったんですよそこの店舗で。じゃあここから近いところで店舗どっかありますかねって言ったら、すいません沖縄しかありません、沖縄の店舗だったらあったらしいんですけれども、取り寄せることできますかって聞いたら、それができないんですよって言われて、その日はね諦めたんですよ。バイバイ。でもですね、違う電気屋さんに行ったらですね、どこだっけ、あ、いやなくていい、なんとありまして、即ゲットしました。そこでポイントカードも作りました、私は。なので、多分今の時期乾燥してるし、まあ、あれもあると思うんで、めちゃめちゃ売れてるんですよ。ということで、今回はですね、こちらのスチーマーの方を使っていきたいと思います。私ですね、これ、炊飯器？本当に炊飯器なんですね。こんにちは。炊飯器です。炊飯器なんですよ。ね？これでもう、あの、私大丈夫ってできるの？うん、違う違う、これ以上煙が出ないように。煙が出るんですか？危ない煙昨日あんた使ってたよね。いや本当に昨日使ったんだけど、煙は出なくてこれ水蒸気が出るんです。そうですそうです。この水がファーって出てくる。はい、でなんか冷たい時は切るって。誰喋らないで、喋んないでよ、大天使ほのぼの様だよ。あのね、これね本当はちっちゃいサイズもあって、本当にねクリスマスね、すごいショックな話なんだけど、クリスマスからもうずっと私ね、サンタさん来ると思ってたから、ずっと言ってたの、サンタさんにね、ナノケア頼むんだって、ちっちゃいナノケアでもいいから欲しいんだって言ったんですよ。そしたらこの方がなんかディズニー行きたいってクリスマスの時に言ったらしくて、そっち優先になっちゃって、私もそのクリスマスディズニーになっちゃってナノケアもらえなかったの。ごめんね、サンタさんが遅れてくれました。ナノケアほんとちっちゃいのもあるんだけれども、すごい悩んだんだけれども、やっぱ長く使うし、これねなんかちっちゃいのだと機能が全然ないんですよ。一つしかないんだけれども、これだとこんな風にいろんな機能があるんですよ。そうね、クリアとかハリとか、そうね、バリアとかクイックとかオンスチームとかクレンジングとかいっぱいあるんですよ。なので今回はお客様のご要望に合わせたコースをねご用意いたしますので。じゃあどんな感じかほら書いていかないとダメでしょ、紙に。あ、じゃあはい、すいません、お肌触って。ごめん、うん、そこら辺気をつけて。ごめんね、ちょっと最近ね、そう、いろいろあるから。じゃあ私が言ってくね。最近シミそばかすが気になってます。はい、そばかす。あと顔の肌の乾燥がやばいと思ってます。じゃあ乾燥が気になるハリがないということで、ハリがないということで、こちらの12分のハリ弾力やっていきましょう。待って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 、私最近そばかす気になってる。昨日何やったの？12分あるよって言われた。そうだよ、これだよ、ハリ弾力だよ。あ、違う。これか。
どれだよあんた。冷たいのがいっぱいのがいい。あ、分かった分かった。高いの苦手。ああ、じゃあこれだ。皮脂ケア。おー、ラックス。ボタニカルケアじゃなくてラックス。皮脂ケアね。皮脂ケアをやっていきましょう。の場合は13分でございます。ちゃんとやっている最中は喋ってください。でですね、なんか後ろに水入れるところがあって、1,2,3 って書いてあるんですけども、コースによって決めるみたいで、私がよく使ってるクリアは3まで入れて、クリアーだ、3まで入ってないよ。皮脂ケアも3でございます。で、ちょっとこう揺らしてあげる。メガネを外します。小顔効果を外します。これが本当の私です。これが本当の私です。これ蒸気ほんとすごくって、ちょっと引き上がった方がね、蒸気のすごさわかるので、私が美容部員なら止めてあげます。大丈夫、ほんとに大丈夫。ダメてでも大丈夫。あー、ママー、なんかここにタオル巻いた方がいいって言ってたよ。あ、そうそこに、ね、持ってきて。ご用意いたしました。こちらですね、はじまりチャンネルさんのしのさんっていう曲でございます。美容師が選んだタオルでしょ。はい、分かってます。いいから貸して。でですね、これですね、蒸気が熱いので、だいたいこうやってこう広げる時の、それ昨日見違えたやつ、ここら辺ってこう書いてあるんですよ、ちゃんと火傷注意みたいなのが。では行きまーす。スタート。ちょっとね、時間かかるんですよ。音が立たれると出てきます。お願い、ちょっと聞いて、あなたの好きなとこちゃんと話すから。来た来た、来るよ。そうそう、ねえ、あ、すごい。そうそう、来ますよ。あ、来ました。もうちょっと来ますからね。鼻息。ね、近い。めっちゃ機械の匂いする。ちょっとカメラチェンジ。いかがですか？熱の方熱いですか？違うんです。すごく機械の匂いして美味しくないです。美味しいとかないんで、あんま上向かないで。下向いて。お願い、本当に苦手なんだよね、こういうの。じゃあやんなくていいよ。出なきゃ店から。こんな感じで、なんか本当はこちらですね、ラベンダーをなんかつけるやつがあるんですけど、それはちょっともったいなくて使ってないです。ちょっと息がしづらくなります。ごめん、鼻から鼻水が出てくる。ぶりくらいで大丈夫。じゃあバッグが黒じゃないの、見づらいの、こちら。はい、バッグ黒持ってきました。ありえないんだけど。しかもあんたぶりこ写真の今日着てるでしょ。鼻をニンニクにします。ズンってすると直けます。うちベースぶっとくれば。はい、それが一番いいかな。で、ここ、じゃあ私が顔のマッサージをしてみますね。マッサージしますね。この年からの気がしてたら肌めっちゃ綺麗になるんじゃない。ありがとう。もう、まあ、顎に全然かかってない。だからその鼻のなんか変なの突っ込むのやめたら。違う、鼻になんか変な匂いが出てきちゃう。変な匂いが出てきちゃうよ。この空気鼻からの方ですか。私昨日びっくりしたんだけど、これやってたら太い幅広くなって、今日一重だった朝。むし。鼻ケアしてるときは話しかけられても聞こえなくなってしまうんですよ。本当気持ちよすぎて。話がうるさいな。聞いて。あ、もうさ、グループメイトさ、あんた蒸し上がってきたよ。出来たての饅頭みたいな顔してる。ほらほら、ほっぺたが蒸し上がってきた。すごいなんかさ、水気すごいね。そうですよね、当たってない。これね、あ、来るよ多分。そう。まんじゅうにしか見えない。ダメ。あ、来る。あ、やったやろ。冷たいの来るよ。あ、来てる来てる来てる。冷たいのった瞬間ね、もう霧吹きの音しかしない。ほら。虫飛んでくるからね、マジ。音が虫すぎるんだってば、ほんとに。あ、来た。今まんじゅうが冷やされてます。あ、マジか。あ、すごい。あ、すごい。うわー、やばい。そうですよ、ちょっと離れない。これ分かりますか？これスマホなんで水濡れても大丈夫なんで、ホームから見た目線でちょっと煙を追ってみますね。2秒で曇っちゃいました。最後の10分間ぐらいでいきなりなんか肌がキュッてなるの。私の感想、個人の感想なんですけど、美容のやつよくあるある個人の感想なんですけれども、どうですか？あ、泣いてる。美しい涙が来ますよ。水の今の超いいの撮れた。
きますよ。これマジやばい。ちょっと面白いんだけど。ナノキャラしてる人ってこんな面白いの？やだ、朝ギルちゃんとかどの顔でやってるの超面白いんだけど、やばい。これどっちにしろ多分まあまあ見せると思うんだけど。1点超えちゃったって白い時で、ほのぼのさんちょっと携帯取りに行っちゃったんですけれども、出方は2種類しかなくって、冷たい湯とあったかい湯の切り替わりの秒数でこの張りとか弾力とかバリアとかクイックとかが決められてるみたいです。なのでさっきのあったかい蒸気とほのぼのが大好きな霧のパターンしかありません。なのでさっき合計3回ぐらい変わったんですけれども、あれがマックス多い切り替わりで皮脂ケアでございます。ぬるのは張りケアをやってます。張りケアの方が自分ちょっと長いです。はい、それではですね、今からナノケア2やっていただきたいと思います。2、ツイントルは、やっほーみんな、今日は私はナノケアを使っておる、ニーエイ、もう一回撮る、ニーエイ、こんにちは、ほのぼのです。今、煙出てます、イエーイ。何イエイエイって、それは面白い。もう一回撮り直したい。もっと声でかくしないとこれがでかすぎる。このゴロゴロが思うがね。みんな、やっほーい、やっほーい、ほのぼのです。あ、待って、なんか来る待って、今ね、ナノケンやってるのでね、煙がすごかったんだけど、初飛んでんの、え、顔面やばい、グツグツグツ、ちょっと機械の匂いがする。にゃっほー、ほのぼのです。あ、待って、なんか来る待って、今ね、ナノケンやってるのでね、煙がすごかったんだけど、え、顔面やばい、てん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 、すっごいの取れた。すごい、これアップしな、早く。こんにちは、ほのぼのです。煙がふわーって出るやつやってます。皮脂ケアってやつやってんの、いえ、ペアの音うるさい、ボボ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 ボナノケアをね、ほのぼのにさせました。どうでしたか、私のナノケア、張りが出たような気がするよ。ナノケア本当にめちゃめちゃいいので、ぜひよければやってみてください。今後ですね、多分ルーティーンにはナノケアめちゃめちゃ出てくると思うので、はい、楽しみにしててください。お客様ちょっとくつろぎすぎです。ごめんなさい、本当に行きつけにしようかしら、いい、マジで。ということで、美容部員としてこちらナノケアの方紹介させていただきました。最初よりも鼻がテカってると思う。で、それでは空の上に帰ってください。そうだね、お空の上、はい、ということで帰って、 OK、カット。ねえ、おかしい、でもいいって、本当にこの客はめんどくせえな。お空の上ということで、今回はナノケアの紹介でした。念願だったらこちらゲットできてめちゃめちゃ嬉しいです。これで、ね、本当にお店開くので、いろんな YouTuber さんのね、肌をこちらで綺麗にしていこうと思います。それでは最後は、もう一度ね、大天使ほのぼのさんが蒸されてる、あの女性の次男でーす。蒸されてる、あの素晴らしい光景をどうぞ。来ますよ。今の超いいの撮れた。来ますよ。これマジやばい、ちょっと面白いんだけど。来ますよ。ナノキャラしてる人ってこんな面白いの。